はい、今日食べるラーメンはこちら。はい、ということで今日食べるラーメンはこちらの札幌一番塩ラーメン、北海道ホタテだし仕上げ。これレギュラーではなく期間限定みたいなんですけども、今ちょっとスーパーであんま見ないんですけど、これを食べていきたいと思います。これの美味しい召し上がり方をちょっと見ると、お湯500で3分間、普通ですね、3分間茹でて、でお好みにより切りごまを入れてくださいと書いてます。で今日はちゃんとこのパッケージ通りにトッピングして、ちょっとスペシャルな感じでいきたいと思います。はい、ちょっと裏の栄養成分表示を見たいんですけど、では早速作っていきましょう。今日の具材、これチャーシュー、ゆで卵、ネギ、エビ、これでトッピングを豪華にしていきたいと思います。はい、具はこんな感じでいきます。具だけでも超うまそう。はい、じゃあ鍋にお湯を 500ml 入れて、添加、はい、そしたらラーメン入れていきます。ちゃんとね、切りごまついてます。そして蓋をして3分、で途中2分ぐらい麺ほぐしたりで、ね、混ぜない方が麺が美味しくできるみたいなんで、ちょっと待ちます。あ、測るの忘れた。はい、3分スタート。はい、残り1分なんで開けてちょっと麺ほぐします。おい、はい、3分経った、あっち経ったので、丼に入れていきます。はい、トッピングしていきます。ではいただきたいと思います。まずはスープをちょっとね、飲んでみたいです。ホタテの出汁が効いてるかはわからないけど、うまい。いただきます。うん、この袋ラーメン独特のこのコシがない麺が、なんかこのスープとうまく吸って、スープをうまく吸ってすごい美味しいんですよね。もう何回も、ちっちゃい時から何回も食べてるはずなのに、何回食べてもうまいですね。エビもいただきます。うん、やっぱこの魚介系のスープ、やっぱ魚介系にはバッチ。いやー、これうまいわ。うまい。チャーシューはね、ちょっと今回市販のやつ買ったので、味がすごい濃くついてるんですけど、濃くつけないで作ったチャーシューの方が合うかもしれないですね。ちょっと今度それは自分で自作します。じゃあちょっとどんどん食べたいと思います。
やばい、蹴りごま入れるの忘れてた。じゃあちょっとこれ入れて食べてみたいと思います。あー、匂いもだいぶ違う。うん、ごま入れるとちょっと塩味の角が取れて、すごいマイルドな感じになって、これはこれでまた味が変わって美味しいですね。旨味が結構強く、塩味よりも旨味が感じます。はい、ということで今日は札幌一番塩ラーメンの北海道ホタテだし仕上げ食べたんですけど、これすごい美味しいですよね。おすすめです。普通の塩ラーメンよりちょっとコクがあるというか、だしが出てて、これはあったら買いですね。ぜひスーパーで見つけたら買って食べてみてください。